俺は明日どうなるって意味ですか？俺の名前は木村美希也。転職で悩んでいた。ここはな、明日の世界だ。明日は友達に会える。それはないね。だって。いらっしゃいませ。ゆっくりどうぞ。おう、ミキヤ。久しぶり。ワキヤ。おう。どうしたの？いや、俺も転職先がなかなか決まらなくて。あいつが言ってたことは本当だ。来年からあなたとご一緒にお仕事したいと思います。よっしゃ、ミキヤ、やったな。おめでとう。ありがとう。私も職場出社のものですけど。中途採用の木村です。すみません、よろしくお願いします。お願いします。こちらこそ。明日お前は死ぬんだよ。嘘だな。何それ、そんな嘘に決まってんだろ。でもそいつは俺が脇屋と会うことや転職が決まることも教えてくれたんだよ。3度目の正直だよ。二度あることは3度あるって言葉もあるだろう。そんなのたまたまだって。だってさ、友達転職なんてさ、ありきたりだし。なんで俺なんだよ。それはお前がここに来たからだ。なんか最近お前とよく会うな。あるんだよ。すいません、お願いします。はい、あ、救急車、救急車お願いします。なんだお前、お前はお前はどうなる。はっ。